駅舎南側駅入り口ホーム出入り口の左側に設置されているパブリックアート横浜彫刻店出品作品中津川忠師匠半分に削り取られた太い出入口の右側に設置されているパブリックアート横浜彫刻店出品作品浜の国秋オーロラ中町台駅は神奈川県横浜市鈴木区中町台一丁目にある 横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B28。江北ニュータウンタウンセンター第2地区の東端に位置し、大熊駅として建設が計画された。近隣の商業地域は都市型商業施設、公益施設が立地する駅前センター地区になっている。駅の西側には駅前広場が整備されており、都市計画道路大熊停車場線を介して、 南側約150メートル先にある神奈川県道45号マルコ中山茅ヶ崎線と接続している。駅のデザインは高架のプラットフォームの壁面は長く単調になることから白色系にすることで重みを和らげ1階の外壁に欧風の外観を取り入れて周囲の景観と調和させている。また公共建築物として文化性の高い建物にするという目的で 北側高架下の駅前広場や歩行者専用道路を含めて開放的な空間になるように一体的にデザインされている。地名から取られた。中町台の由来は元来の地名であった大熊町の障子、中町に台を付けたもの。地下鉄建設中の仮称駅名は大熊町であった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。 2007年4月14日にホームドアの使用を開始した。2020年度の1日平均乗降人員は23,959人である。近年はおおむね横ばい傾向にある。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り、横浜市営バスによって以下の路線が運行されている。このほか東急バスの深夜急行バス高速入田運線の 終点である、ありがとうございます。